長ない？このポテト長ない？お前はええなあ。ん？大学行けへんねやろ。行けへん言うか。行かれへんのか。お前そういうとこやで。何が？人見下してるというか、全員アホに見えてんのやろ、お前からしたら。自覚症状はないけどな。いや、多覚症状が半端やないね。かわいい。え、彼氏おるんかな。どうやろう。え、ちょっと聞いてきてや。いやいや、そんな。え、頼むバナナあげるから。え、なんでバナナでいける思ったん。ちょっと神妙な面持ちやってみ。笑ってるやん。宇都宮くんもなんか部活やったら。中志村さんをメロメロにする方法を教えてくれや。たまに私と一緒に過ごしてみようとか思えへんわけ。まさか柏村さんのどこがええの。空気読んで宇都宮。この川で暇を潰すだけの青春があってもええんちゃうんか。相乗効果ってやつやろ。シナジー効果ってやつな。俺のことアホに見えてんねやろ。なんでまた神妙な面持ちやねん。もう一回できるかなと思って。スタンディングオベーションやってくれへん。スタンディングオベーションやらなあかんの。いや、スタンディングオベーションされたら気持ちいいやん。いや、スタンディングオベーションされるようなことをまずやれや。スタンディングオベーションされるようなことなんてまずないやん。だから俺スタンディングオベーションでけへんやん。いや、それをあえてスタンディングオベーションしてくれって頼んでんねん。日本にスタンディングオベーションの文化ないやん。映画館とかでスタンディングオベーションやってるやん。あれ映画祭とかでやってるだけで、普通の映画館でスタンディングオベーションなんかやれへんやん。だからもうここで一生されることのないスタンディングオベーションしてくれって頼んでんねやん。後ろの人迷惑やろなとか思ってスタンディングオベーションでけへんのが日本の美徳とされてるやん。いや、欧米風のいいものはいいって作り手に伝えるスタンディングオベーションって胸を打つやん。スタンディングオベーションの一人目ってすごい勇気いるやん。いや、後から誰も続かへんスタンディングオベーションほど切ないもんないやん。だから周りの人に流されてのスタンディングオベーションやん。いや、そんなお情けスタンディングオベーションされたないやん。じゃあスタンディングオベーションやるわ。じゃあスタンディングオベーションされる準備するわ。まだ見てないのに立たせるってすごいことですよね。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。